こんにちは。皆さん元気ですか？こんにちは。すっごい頭って言われちゃった。こんにちは。こんにちは。こんにちは。オフ感、そう、今日はいつも以上にオフ感が強いかもしれません。そう、17時まで、よくわかりましたね。17時までやろうと思って、今日はユニット対抗戦の結果発表じゃないですか、5時から。楽しみ。どこが優勝するのでしょうか。ちょっとリップだけ塗りますね。やっぱ口の色がなさすぎちゃうんで。実況にはならないです。なんでかっていうと、1個の端末しか持っていないからです。やばい、眉毛も薄いですね。ちょっと眉毛も描こうかな。こうやって直線、何も見ずに描いていますが大丈夫でしょうか。全然寝起きではないんですけど、マジ最近のちょっと書いて、ちょっとだけ、なんか最近前髪が長いから、なんかこういう感じで家でこうやって過ごすことが多いんですよ。前髪をこうやって入れてることが。眉毛ないと誰かわからん。でも、もうそろそろ前髪切ろうかなって思いました。暖房をここにつけてます。ヒーターみたいな。いや、髪の毛は染めないんですけど、星のチーコになるために髪の毛をの前髪を切ろうかなって。前髪だけちょっとだけ切ろうかなって。なんか前に、
や前髪今でもあるんですけど全然。前髪はあるんですけど。リーゼント。めっちゃ、ね、伸びたんですよ。どこに前髪があるんだ。どれが前髪なんだ。どれが前髪かも。あ、でもこれかな。こんな長くないか。もうちょっと。あ、あった。一番短いところ。ここです。これ、これです。一番短いの、これ。この子です。でも今、ちょっとぺちゃんってなってるけど。一番短いのでこれです多分。めっちゃ伸びた。そうめっちゃ伸びたんです。でもなんかそう前髪セットするとき、あれだ、今の長さだと難しいんですよね。でもなんか斜め前髪が意外と好評なんです。こういうやつ、これが意外とこういう前髪、今ちょっとあれだっけ、この前髪が意外と好評で、ちょっと今なんかハゲてるけど、みんなはどっちが好きですか。だん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 、そう昔よくしてたやつが最近また好評なんですよ。もしかしてこっちの方が好評？あ、そう、これやると大人っぽいって言われる。夜は配信しないです。でも明日なんか年越せるし配信できるらしいから、明日一緒に年越してみようかな、みんなとって思ってます。そうなんかそれでこそ昨日アメブロ書いてて、書いて振り返りした時に写真とか見返してて、なんか、あ、前髪短いのやっぱ可愛いなってっていうのがあって、あれ前髪短い自分可愛いなって思って、どうしようかなって感じです。でもチーコはなんかの衣装着たら前髪がある方が確実に可愛いなって思って、どうしようって今なってます。ほんと、なんかこれ台用意しちゃうよ。
ビジュアルは撮影してきたんですよ。もう台本もだんだんなんかすごいわかんない、まだ全然ボロボロじゃないけどもうボロボロになってきた。なんかもういっぱい書きすぎて汚くなってます汚くなってる本当に本当汚くなってきました本当に。もうここにねこのとこに汚すぎてなんて書いてあるかわかんない。汚さすぎてやばいですよ。うん、ここに大げさ、失敗しても OK、 オーバー、思いっきりって書いてあるフフフフフ投げてしまった。私は多分大丈夫です。新しい台本があるんで綺麗にしてるんで、綺麗な台本があるんでそっちを使います。原作読んだ方はいるんですか。ここで ここにねキャリーバッグがあるから台本の上に載せました。そう、同じのがもう一個、これはもうめっちゃ綺麗です。これはもうほんとまっさら、何もしてないほんと綺麗な。でももうこっちはもういっぱい読んでボロボロになってきました。全然違う。そう、台本2冊用意してもらって、これは普通に最初もう書き込んで、色いっぱい書き込んじゃってるから分かんなくて整理しようと思って、綺麗なのがあります。書き込んでもなんか書き込みすぎてなんか分かんなくなってるから、整理しようと思って綺麗な状態ももう一個あります。そっちにちゃんと整理したのを書こうと思って、普通に2冊もらう、もう全然もらわないです。なんか普通にマネージャーさんが用意してくださったのと、そちらの現場の方が用意してくださったの2冊あって、マネージャーさんから用意してもらったやつに書き込んでます。もう毎日台本を読みながら毎日生きています。毎日で、なんか家で練習してる時とかになんか本当大丈夫かなって不安になる本当に不安になる。来月の誕生日で23になるんですか。22になります。23じゃないです、22になります。本田劇場ってどんな大きさなんですか。
まだそこ把握しきれてない自分がやばいっていう。劇場より一回り大きいぐらい、一回り600人ぐらい入る。もっと？400人ちょ、劇場ぐらい、劇場より多め。ドキ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 、でもなんか菅原の友達にマリチーっているんですけど、マリチー、あの生誕ティーとかをいつも帰ってくれるお友達なんですけど、マリチーも見たいって言ってくれて、わーってなりました。でもすごいみんな、みんな本当にメンバーとかも見たいって言ってくれて嬉しかったです。でもなんかこの前あのレオナさんとナッキーさんとクマさんと4人でスタバに行った時に、スタバ行く最中もずっと菅原セリフを呼びながら言ってたんですよ。セリフを読みながらなんか一緒にアホしゃべりしながら言ってたんですよ。でそれでその時に、その時がちょうどあれだったんですよ、スタバの新作が出てて、で1店舗目2店舗行ったんですけど、1店舗目になくて、台本は持ち歩いてなくて、もう菅原の記憶にあるセリフを言いながら菅原は喋ってたんですよ。台本持ち歩いてじゃなくても普通に自分のもう記憶の中にあるセリフを言いながら、でそれでなんかクマさんとかもなんかなんとなく覚えてる言葉を言ってくださってって言いながら歩いてたんですけど、そんで1店舗目にスタバの新作が売ってなくて、2店舗目にスタバの新作のがあるっていうあの看板が置いてあって、なんとかなんとか、あーすまんって、急に変わって自分でも怖いなって思いました。スタバの看板、新作が完売してないっていう、ちゃんとありますよっていう看板見つけた瞬間、セリフしたら、あーってなって、もうめっちゃ走って行って、でも一瞬中入ったらソールドアウトって言って、えっと思ってレジに並んだら、これありますかって聞いたら、ありますよって、でもどっちってなったけど、もうすっごいもう嬉しくてびっくりしちゃいました。いや怖かったと思います。なんかその時の映像があるんですけど、マジめっちゃ面白くて、いや本当早く載せたいんですけど、ちょっとセリフを言ってるから、セリフがあのもう本番が始まったらいつか載せてみたいと思います。そうなんか菅原がね、そうセリフ言ってて、なんか急に始めたから面白がってレオナさんとかが撮ってくださってあって、それがあったから、そう動画回しててくれて、その時のセリフ言いながらのあれ、なんかを始まったら載せて、いつか載せたいと思います。でも本当に楽しかった。面白かったです。マジで4コマ漫画みたいだった。なんかその看板見つけて大騒ぎして走ってで中見て、最初にメニュー表見てソールドアウトってなって落ち込んで、でもう一回レジ並んだらありますよって言って喜んでみたいな。すっごい、でみんなで幸せになったっていう4コマ漫画でした。
でもなんか急に菅原もせなんか公園のあの待ち時間とかに急に菅原もなんか思い出してセリフを言っちゃったりするんですよ。そういう時にハタゴンとか急に何とかめっちゃ言われてそうだよねって何も知らないのにこんな急に始めたらやばいよやばいやつやなってなって本当やめて急にごめんなさい急に始めてごめんなさいってなる。長ゼリフも菅原的にはもう長ゼリフって感じがするけどもう大丈夫だと思います。もう本当に菅原本当に舞台のことでめっちゃ頭いっぱいですよ。本当に全然入らなくて焦ってて焦ってて絶対当たるよ当ててきて。なんかでも演技しててみんななんか前はこのなんだろう見になんか原作見ない方がなんか楽しめるかもみたいな言ったんですよ。菅原がこの役と違いすぎてなんか楽しめないかもって思ったりしたけどなんか原作見ても見た方がいいのかなって思う時もあったりって感じ。あったりなかったり今目の前に読まずに積んである。なんか菅原が演じる星野千子の役を見たらって感じ。原作を読んだことがある方まあでも見ない方がいいかもしれない。でもマジチーコできるかなって感じです。本当にあのキャラクターだから面白いチーコになれるのかなれるのか私は星野千子になれるのか。本当になれるのかなってびっくりしちゃいます。もう千子だよ原作知らないとき読まずに行く派です。いや本当にやっぱカホと一緒にやってあれこうカホ星野チーコだああこれからチーコって呼ぶようにするわじゃあみんなチーコって呼んで。はいチーコです。マジビジュアルもいつ解禁されるんですかね。星野さんはまた別じゃないチーコとはチーコに菅原はなるとチーコさんほじのチーコです。マヤチーコ
チーコタン。原作読みたくなってきた。チーコ見つけた。本当に？なんか話変わるんですけど、話変わるんですけど、菅原免許更新しなくて、しなくちゃいけなくて、なんかもうそういう感じなんだってなって、もう菅原免許更新する年なんだと思って話変わりすぎなんですけど、免許更新しなくちゃなんだって思って、でもうなんかそれで、もう少しで菅原誕生日なんだと思って、早いですよね。なんかすごい年を、別に年取ったってわけじゃないんですけど、いやまあ、いや年取ったって思ったんですけど、なんか年取ったなと思って、免許を更新する時期っていうのが来て、なんかなんならなんだろう、てかそんな前に免許取ったんだって思って、ユニット結果発表始まった、もう5時っていうことですか、ってことでじゃあ終わりにしたいと思います。そう、免許更新に誕生日予報、そう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 、鍵穴レオナさん、じゃあ鍵穴ってもうおばあちゃん終わったぐらいに、ちょっとおばあちゃん始まったぐらいにちょっと行こうかな、おばあちゃん始まった頃ぐらいにやりたいと思います。鍵穴だった、持ち込み写真もうバチクソにも、そう、それも免許更新もさ、髪型悩んでるんですよね前髪これでいくか前髪作るかねえ、可愛く写りたい、免許更新免許の写真でも盛りたい菅原、みんなどう思う？免許可愛く写りたい、免許でも、頑張りたい頑張りたい、免許写真で盛りたいもん。今は笑顔の写真でもいいの？そんなことあんの？とりあえずメイクはバチクソ盛らせていただきますわ。マジ可愛かったら、じゃあ可愛かったら見せますね。可愛かったら、もう可愛くなかったら、可愛くなかったら、可愛かったら見せるけど、可愛、写真載せないってことは可愛くなかったんだな可愛くなかったんだなって思ってください。今のは見せ、なんか分かんない、基準が分かんないんですよ。でも2年前の方が痩せてるから、とりあえずみんな察して、本当に、この人漏れな、今年の免許写真漏れなかったんだなって。どうする、待って、ラストラスト、前髪切る切らない、どっちがいいと思う？前髪切る切らない、どっちがいいと思う？最後最後、一瞬だけみんな切るか切らないか、どっちがいいと思う？やっぱ免許更新写真盛りたいから、どっちがいいと思う？とりあえず髪色はもう染めたからこれでいくんだけど、ちょっとだけ切る、切らない切らない、切る切る、切らん、切った方が、切る、もうわかんない、結構半々でしたね、結構半々だけど切る方が多いかな。
じゃあ真ん中だけ、真ん中だけ切るわ、真ん中だけ、ここだけ切るわ、ここは伸ばしてここだけ切るわ。もう分かんないよ、もう分かんない、とりあえず、とりあえずもう分かんないよ、もう、うん、漏れる服見つけていきたいと思います。ってことでもう始まると思うので、なんか舞台、なんかちいこちゃんは前髪ある時もあるしない時もあるんですよ。なんでちょっとちいこちゃんもっと研究して、どっちでも、どっちでも行きたいと思います。てかツーウェイ、あ、ツーウェイにすればいいんだ、ツーウェイ、ツーウェイ、ツーウェイ、そうよ、ツーウェイにすればいいのよ、ツーウェイ、ツーウェイにしたら切っても切らなくてもねって感じだから、うん、ツーウェイにするわ。ってことで、あの、始まったんで、みんなどこが優勝するか分かんないと思うんですけど、ユニット対抗戦の DMM 見てください。じゃあ、あ、待って、バイ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 、え、これどうやって切るんだ。